畑スイーツ TV。 はい、やってまいりましたスイーツ TV のお時間です。今回は私パンプキンとキャロットとストロベリーと、はい、もう一人メンバーいたんですけれども、あのキューカンバー石杖さんは今日今日ちょっとあの尿欠席のために欠席になっちゃいまして今日なんと特別なゲストに来てもらってます。 お願いします。モンブランです。つまんねえなモンブランです。モンブランです。モンブランさん、お願いします。はい、どうみんなスイーツ楽しんでる？は？前回の大反響がもう前回もうね高評価が2000、おー十分すごい、低評価が6億きました。すごいですよ、大反響ですよ。大やっちゃいけないじゃん、はい、なんか悪いことした今日もですね、今話題の旬のスイーツを皆さんに紹介していきたいと思います。モンブラン、なんか自己紹介とかしなくていいの？みんな、ほら、俺たちはもうレギュラーだから、うん、あれだけど、モンブランのこと知らない人いるかもしれないから紹介してあげな。はい、尿管結石の代わりのモンブランです。甘いのは特に好きじゃありません。今日からよろしくお願いします。じゃあちょっと、バナナ君、今日の、はい、スイーツ紹介してあげて。はい、今回は、ロッテのソーさんから出ている、ソーさん、あ、ロッテのちゃんと言えよ。あ、喧嘩しないで。今回もちょっとその色からして見てください、この皆さんパッケージの色ね、なかなか自然界にある色じゃないのがちょっと怖いですよ、うん、黄緑なんてね、綺麗だね。あんま美味しくなさそう。マジで帰るよ。今多分低評価をする。メロンってさ黄緑色じゃん見た目は、はい、うん、けど中身まで黄緑じゃないじゃん、うん、ほらオレンジとかさ、うん、ちょっと黄色とかメロンって、うん、周りだけが黄緑なんだけど、これはもう見てこの色、完全にこれやばいの入っちゃってるよ、これ本当に。ちょっと早速食べていこうと思います。どうやって食べる？これ4つあるけど、今日4つしかないってのもありますね。そうだね、うん、前回多かったですもんね。前回多かった、うん、本当に。じゃあ、うん、せーので指さしてどれ食いたいか。かぶったら同じやつ食えない。なんでもないです。どうやって決めようか、これどうしますか。でも、やっぱパンプキン思ったんだけど、その一人1個以上食べたい子もいるわけだよ、うん、いますね、絶対ね。嫌でしょ、だって2個食べたいのにさ1個だけだったら不満に思う子もいるわけじゃん、うんうんうん、俺はそういう子の願いも叶えさせてあげたいっていう気持ちがあるから。なるほど、どうやって決めようか、これ本当に。一回山手線ゲームとかしてます？一回山手線ゲームしてみます。スイーツで、確かに、スイーツで出てこねえやつはもうワンチャン即退場まであるから。そうですね。じゃあ行きますよ、はい、山手線ゲームスイーツの名前、フルーツか、フルーツも入れます。フルーツだけ、もうスイーツっぽければ OK です。あ、OK、後ろに審判いらっしゃるので、はいはい、審判がいいか悪いかで決めましょう。はい、はい、じゃあケンスケから、あ、誰だっけあんた、まあ、バナナから始まる、フルーツ大合奏。大合奏。はい、せーの。モンブラン。ピーチ。ストロベリー。マスカット。ブドウ。チーズケーキ。プリン。クリームソーダ。ショートケーキ。エクレア。エクレア。さあ食べていきましょうか、早速。じゃあ僕これにしようかな。じゃあいただこうかな、これ、うん、じゃあこれ、うん、全部一緒だ。ちょっと開けるとこ見せちゃうよ。オープンザプライス。遊戯王カードの融合みたいな感じになってますね。これすごいよ、どうやって作ったんだろうね、これ。ほんとだ、すっげえ企業努力の賜物。匂いもすごい。メロン苦手なの？いや、普通です。あ、普通か。あー、ケンスケはメロン、あ、だ、なんだっけ、キャロット。ガラムマサラはどうなの？ガラムマサラは、うん、メロンは好きなんですけど、はい、このあのラクトアイス、うんうん、あるじゃないですか、このちょっとこう水入ってるやつ、うんうん、あんま好きじゃないですね。俺は好きよ。あー、よかった。そう食べてるとこ見たことないですね。っていうこともあるよね。そうだね。どっちかというとスーパーカップ派ですけど、はい、でもこれを機にみんなでそう食べるきっかけになるかもしれないからね、うん、食べましょうか。はい、せーの、いただきます。食べるよ。はい、はい、いただきます。いただきます。うんうんうん、あ、思ったよりなんかね、すごいクリーミー感あるじゃない、すごいいい感じ。ちょっとシャリシャリがあるのは、まあ、なかなか、まあ、それも悪くないかなっていう。メロンの勝利者の思い入りで増しで、味がそれもめっちゃいいよ。
美味しい。でも普通に、え、待って、ガチでうめえ、うん、あの冗談抜きで、うん、ソース上一番うまいかもしれないっすね、うん、でもこれさ、はい、これ確か復刻なんだっけ。復刻なんですよね。昔発売したやつが、その熱い要望というか、うん、やっぱそのファンの人からもう一回食べたいっていう声があって、きっとリニューアルというか復刻して出てきたから、そもそも人気っていう。確かになんかメロンソーダ味のものって買いたくなりますよね。ジュースとかもそうですし。部活なんだこれ。部活、うん、メロンソーダ部バニラ部って書いてありますけど、うん、多分この部分の話なんです。あーなるほどね、部分の話、うん、部活じゃない。あー部って書いてあったんで、すいません、ちょっと体育会系出ちゃいました。そうだね、部だと思っちゃうよねこれ。部室かと思っちゃうよね、こんな書かれ方してたら。モンブランどう？美味しい。僕メロンあんまりなんですけど、うん、これめっちゃ好きですわ。食べ方ぐちゃぐちゃやな。あ、ちょっとなんか混ぜたくなっちゃった。あ、そうそう、味はね、混ぜた方がいいから。なんかこう、ないのポイントというか、見てる人に。あ、なんかこのパッケージが結構緑緑しいんですけど、中身は思ったより緑くない。え、なんかさっきからココナッツの様子がおかしい。あれココナッツ大丈夫？どうしたの？静子だな。どうしたの？何かあった？これパンプキン、これ怖いです。もう怖いの？美味しすぎてちょっと結構どうにかなりそうなぐらい、もう今結構来てるんですけど。大丈夫、ちょっともう、とりあえずあの頭締めつけるから帽子外す。大丈夫、大丈夫か。結構やばいかもしれないこれ。どうしますか？彼、知らないと思うんだけど、彼美味しいもの食べ過ぎるとたまにおかしくなっちゃう時があって、ちょっと今心配かも。マジで大丈夫か？はい、ちょっと怖いな。もうこれぐらい。カメラ大丈夫？止めた方がいい？いける？大丈夫？でもせっかくだし、はい、こういう機会ないから、はい、手に入らないですから。確かに。なかなかこれ、もう一口だけ、一回食べてみよう。頑張って、はい、すいませんね、ちょっと見てる人にショッキングな映像になるかもしれないですけど、ごめんなさい。大丈夫？どうなんだ？大丈夫？食べた？大丈夫？大丈夫？決まったぞ、やばい！あー、ダメだ、もう救急車なるか。見せられないよ。まずいまずい、見せられないの。これしばらくは編集でモザイクかかってると思うんですけど、はい、でもね、俺も結構似たようなとこがあって、はい、結構これ美味しくて、俺刺さってるのよ。はあはあ、ちょっと俺ももう怖いかな、食べるの。そんな全然食べれてないよ、まだ。いや、もう進まない、怖くて。美味しすぎて、はあ、自分がおかしくなっちゃいそう。やっぱレビューしてほしい、ここはしっかりと、やっぱ体調のパンプキンにね、ここは。そうだよね、乗り越えてください、うん、シャーッ。いきますね。はい、やばい、マジでやばい。いきます。もう大丈夫なんですか？うん、かもうダメですもん。ちょっとやばいですよ、水水さんに。僕以外がもうなくなってんじゃん。もうなくなっちゃったじゃん、パン。気づいたらなかったです、もう。怖っ。もう美味しすぎて無意識なくなっちゃってたってこと？美味しいわ、そう、これマジか、うん、いやもうこれ行ったら多分もう俺一丁病院行っちゃう。これ病院じゃ効かんかもしれない。危ないな、これは。病院じゃ効かんって、もうどこ行くの？どこへ飛んでくるの？どこ行くの？じゃあちょっとこれは冷凍庫に保存してね、うん、なんかうっすら、なんかもう一人いたような気もするんで、ちょっとその辺食べてもらおう、これ。で、なんとですね、今回特別ゲスト、そうの過去の期間限定の味が、なんかうちの冷蔵庫、冷凍庫にたまたまあったらしくて、うわつ、なんと今日スペシャルゲストで来ていただいています。え、おー、切ってくれました。すごい、やっぱ、うん、なんとそうのふんわり香ばしキャラメルマキアート、これ完全にやばい。これはもうすごいな、これすごいよ。秋、絶対秋に出したもんこれ、うん、すごい。数ヶ月眠ってたんすね。うん、いやすごいよ、うん、こんな激レアだね。もう買えないもんね、うん、じゃあとガラムマサラ先輩食べてみる？いや、いいんですか、うん、こんなで一口食べてみて、美味しかったら混ぜてみよう。あ、うお、なるほど、うん、これも秋と春のコラボレーションよ。わーお、放置しすぎたあるあるね、うん、アイスクリームのキャラメルの部分ちょっといただきたいと思います、うん、いただきます。うまい。おー、 おー、キャラメルマキアートとメロンソーダだったらどっちが美味しかった？こっち。あー、そっちね。
メロンが美味しいかな。でもこれもこれでやっぱすごい美味しい、うんうん、ちょっと少なくなったから混ぜてみますね、一回混ぜてみていい？お願いします。キャラメルマキアートとメロンソーダだよ。ね、やばい、どういう、ちょっと見てくる。あーもうすごいやばいぞこれ、ワンチャン痙攣起きるぞマジで。おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。マックのシェイクってこれぐらいの色なんだよ、うんうんうん、どうでしょうどうでしょう。いい感じいい感じ、期待できますね。ね、ちょっと食べてみます。お願いします。いただきます。どういうなんか、うまいのかまずいのかが分かんないよこれ、うん、中途半端だぞ。難しいぞこれ。これね、うん、中途半端だ。一回食べてみて。え、ちょいいですか。ちょっとこれは非常に表現が難しい。うわー、じゃあ的確な表現いきます。水も飛ぶんかな、大丈夫かな、うん、怖いよね。怖いね、うん、飛ぶんすかね。いただきます。あ、ケイスケから食べてみる。あ、ちょっと一回、確かに飛ぶかちょっと心配、うん、中途半端。美味しかったら飛ぶけどね。いや、なんかね、両方美味しいからこそ噛み合ってないというか。どうなんだ。あ、これはね、ケイスケ中途半端の時ですね。中途半端マジョ、とこみたいになってるけどね、もう。どうだった。生き切ってない。いや、なんかどちらも感じられるんだけど、うん、どちらでもない。どちらでもない、別に。え、そんなことあるんですか。ね、うん、ちょっとでも難しいです。2人とも飛んじゃってますから、うん、ちょっと大丈夫か心配です。じゃあちょっと僕初めていただきます。うん、おー、飛んでるね。ちょっと飛んでるねこれ。一番リアルだから危ない。感じちゃった。いや、危なかった危なかった。今記憶ないっす。行っちゃった。量行ったから今危なかった普通に。量はダメだ。俺とかあれだけど、はい、マジの方の感じだった。経験者大丈夫。違う何のことか分かんない。なんかね、ストリート系っぽいしかない。いや、怖い、危ないわ、はい、これ、ね、量が危ない。はい、次からモブラできんということで、はい、クビになりました。クビでした。バイ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 。